新たな鉄道の時代を開くべく、レイルロードたちのグッズ開発は最終局面を迎えた。スイカちゃん、甲州の名物って何？スイカは扇子を持ってきました。とっても綺麗です。それに扇子なら線形機関庫で決まるよね。線形機関庫扇子、おそらくそれは中国の鉄道ファンには売れないかと。理由は見たことがないからです。線形機関庫って中国にはないの？ありますが、一般の鉄道ファンは見ることができないのです。ん？中国では機関庫も軍事施設として機密扱いをされているのです。そっか、国が違えば鉄道事情も違う。レイルロード課官、どうか気を落とさないでください。国情の違いというものは知らないのが当然です。スイカさん、中国の鉄道ファンの人たちが大好きなものって何ですか？鉄道車両そのものではないかと思います。中国にも機関車、いろんな種類があるんですか？それはもちろん、東風4系をはじめとする東風シリーズに、東方向シリーズに、北京シリーズ。あ、スイカは理解しました。中国国鉄機関車一覧センス、これなら中国の鉄道ファンにも受け入れられそうです。私もそう思う。センスいいし。センスとセンス、ごめんね、私ダジャレ好きなのよ。スイカさんも笑ってます。レール、ロマネスク。大きなあくびですこと。よし、じゃあ寝よう。あら、枕が変わると寝つけませんの？眠れることは眠れるけど、この枕が落ち着くんだ。わかりますわ、その気持ち。キコもこれじゃないと。お？やっぱり寝床には天蓋がありませんと落ち着きませんわ。な、横になってみます？いいの？うわー、ふかふかだ。お気に召していただけたかしら？うん。じゃあ今夜はキコと一緒に寝ます？な、いや、僕はあっちで一人で寝るよ。遠慮しなくても。あ、どうしたの？枕を持ってくるの忘れましたわ。あちゃー。晴れのちシャニシャニ天